よし、前回の続きからやっていこう。なんかね、何ロマンチックな感じだね。ああ、誰かいる。そして曲も引っ込んだな。街は汚れて人だらけ、それは分かってるんだけどさ、それでも時々ここに来て街の明かりを見るのが好きなんだ。街には街の美しさがあるだろう、星の輝きみたいに永遠じゃないけれど人間臭さっていうのかな、それが美しさに深みを持たせてると思うんだ。はあ、明かり一つ一つの傍らには誰かがいて、期待や恐れ秘密なんかを抱えてて、だから街の明かりは怖いほど、孤独で、だけどくっきりと人らしい。ここから見える、窓の奥にいる全ての人を僕は愛してる、一人一人が、僕の星だからね。ちょっとロマンチックにもちょっと程があるんじゃないかな。結構強めだね、演出が。君の人生がどれほどろくでもなくても、どこまで落ちていったと思ってても僕は君を愛してるんだよ、夜は輝きに満ちてるんだ。はあ、くだらないおしゃべりを聞かせちゃったね、聞いてくれてありがとう。いえいえいえ、そんなことないっすよ。ちょっと2回くらい笑っちゃったけど。まあでも俺もその夜景とか結構好きな方だからね。突然の欠陥。ボロボロじゃねえかこのホテル。よし、ホテルの中はなんか結構楽しげな感じ。もしかしてジャンプ、久々に来たねこのリフト。このマップは、左下右全部行けるな。でもなんかセオリー的にこっちな気がするな。これはジャンプ台があって、これなんだろう。あー、飛び越えて行けちゃったね。まあいいや、なんかここは行けないのか。ここも左右に行けんのか。さあさあ、どうしたものか。普通に考えて右の方が行きやすそうだけどね。やべ、このホコリを使って回復と。この回復する理由があんま分かんないんだけど、乗った直後になんか後ろからホコリが出るんだよね、ボーンって。何なんだろうね。うわ、あそこになんかいる、ほうき持ったおばさんみたいのがいるな。何なんだろう。さあさあさあ、ここはジャンプでいけるかな。不思議だね。うわ、なんか動き出した。何すんの。え、怖い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 。やるなら早くして。オッケーオッケー、何もしてこないね。何なんだろう。うわー、またあの意味わかんないやつがいるな。うわー、このマップやばいな。あのね、動ける範囲が狭いんだけど、なんだろう、目的の場所に行くまですごい遠回りしなくちゃいけない感じ。いていていて、このマップは結構やばいな。あ、ここは段差か。じゃあ一回戻ってボフと。で、ここの埃を復活させて乗る。いいね、程よい難易度。さあさあ、これ、いやこれいつも避けらんないわ。ちょっと俺があがいてんのは分かるよね。すごいね、そのこっちには避けていけば大丈夫だなって思ってんだけど、なかなかねうまくいかないんだよねあいつは。あ、ちょちょちょ。今のはただの不注意だわ。OK、さあカードかな、鍵かー。まあそりゃそうだよな、簡単すぎるもんね。当たり前のように取れる場所にある宝箱は鍵のことが多いね。じゃあ左側行ってみるか。よいしょ、スライム。こいつもね、いきなり攻撃がなんか変わったからね。どういった原理で変わったのか。あー、右にボタンがあるな、あれを押したい。さあ、このマップもなんか見てる人にはちょっと理解しがたい感じだろうね。これはやってる本人ですら結構なんだろう、とりあえず歩いてればたどり着くでしょみたいな感じでやってるからね。あそこが開いたか。
これで右側から行けるようになったと。いやー、でこの瓦礫的なのは乗り越えられないんだな。左下のこういう穴は何もないよね。あるじゃん隠し通路ってわけではなさそうだな。落ちたらダメージだろうな、あれは。いや俺謎解きゲームとかをねもっとやってみたいと思うんだよ動画で。でもね俺割とその誰でも解けるような謎解きを解けないことがあるからどうなんだろうなって。あ、これで繋がったね。あそこで、ネクサスと繋がるね。 OK、 これで、ゲートがほぼ全部開いたのかな。そしてここ開けて、あーすげー自動で開くオートだオートでした。なんか複雑だね。とりあえずあの宝箱は取りたいな。あれ多分カードだね。もう別の道はできたのにもかかわらずまだダンジョンがあるってことはあれはカードだ。うまい。こっからどうすればいい。うわーこれ複雑だな目的地に行くまですげー遠回りをしなくちゃいけないのか。まあ HP 的には大丈夫そうだね。これは下？下だよね。あ、でもこっちに乗ればいいのか。危ない、今すごいアホなことしようとしたわ大ジャンプをするとこだった。よし、これで、うわーこれやばいね。うわよくいけたな今の。危ない危ない。で今度はこれかな。でこれ乗って、もしかしてこのジャンプ台使って乗んなくちゃいけない系。でもこれいけるよね。いけちゃういけちゃうよかったー。でゴール、よっしゃー。これ何だったんだろうね結局この人。多分この先ももっと出てくると思うんだけど。あんた私の仕事を面白くしてるとか思ってるでしょう。やっぱゴミをというかホコリをなんか触ると反応するから、そういうなんかお掃除系の人なのかなと予想しとこう。これでこのフロア OK かな多分。何これ、何階へ行きますか初のシステムだな。ここ何階なのよっていうね。ここ3階だよね多分。あら違うんだ、4階だったか。じゃあまあとりあえず3階かな。しかしここ厳しいなこれは結構長くなりそうだね。おお、オールスターオールスターだね。こいつを倒せばあの宝箱がちょっと次元の中に行くのやめてくれ。オッケーオッケー。この部屋はこれだけだね。おっと危ない。とりあえず鍵1個目ゲット。どんな部屋よこれこんな縦長の部屋あるか。ここはどうすればいいんだろう。ひたすら、あ、ボタンか。オッケーオッケー。いて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 。鍵2つ目。うわ、落ちた。プレイが結構ね、雑になってんな。雑になってるってよりは、その、先を見て動いてると、足元救われるというか。危ない、救われる。これはなんか、水に乗っていきたいな。厳しいね。これは完全にゲートを開いて埃を取らないといけない。しかしここでやってしまうと出れなくなるのか。はあ、でもこれでいけるよねいけちゃったよこれ。いいのかな、合ってんのかないけなそうな方法で埃を 手に入れちゃったんだけど。ここセーブポイントか。でも階段があったところでな気はするけどね。もしかしたらこの道でしか行けないワンフロア下の部屋かもしんないからね。やるだけのことは。これやばくない？このステージ難易度というか広さがさ。これなんなん結局。動かねえな。あ、やっぱホコリ取ると怒るんだ。なんでだろう、散らかしやがってみたいな。別に強くはないと。うわー右下にあるな、あれ取りたいね。どうすればいいんだろう。無理じゃないこれ。ホコリなしでいける？
誇りを持ってくる手段はないね。おおおおおお、これどうすればいいんだろう。やるしかない？最短で行ってみるか。スピード勝負なのかな。あれ、なんか足が上がったな。なんで今上がったの？わかんないわかんないけどラッキー、とんでもないラッキーだったな。そういう仕様だった、で、カード順調だね。もう36枚、あと1枚だ。36枚までよっしゃ。今拾ったのこれか。俺の花粉だぜ、ヒスタミンなんか効かねえよ花粉にはヒスタミンが効くんだな。まあ、今のとこ順調かな。うん。で、さっきは右側行って、まあ、今回も右側に来たんだけど、この先はまだ行ってないからね。やっぱ埃を取ると怒るな。まあだからといってなんだよね。うん。で、ここがなんか U ターンできるようになってて、こっち側に繋がってると。よし、鍵を全部使った。うわー、セキュリティがすごい。ここはどこの部屋にも繋がってないというか、上に行けなきゃどうしようもできない。うーん、ここなんだ。あ、左下行けんのか。危ない危ない。おー、怖いな。これ結構厳しいね。あ、やばいなこれちょっとちょっとやめてボッコボコにされたわ。あ、でもジャンプで乗り越えられるんだ。てっきりなんか上判定があってダメかと思ったけど、そんなことはなかったね。あー、こいつらのカードか。あー、そう、階段登ってくるんだ。これ帰り厳しいやつだな。ちょちょちょ、バカ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 、マジで死ぬー、もう死ぬよーカード読むか。なんかすげえ順番に手に入ってんね斜めとかやめろよ。あー、まあ斜め移動とかできないからね、弱点。で、これで下が行けるようになって、ここが最後の部屋かな。鍵がかかってるか。でも鍵手に入れる手段はもうないよね。困ったね。別のフロアで鍵をゲットしてこいみたいな感じかな。じゃあ次は2階。なかなか複雑なダンジョンだな。でも2階は無理だね。うん、進みようがない。じゃあ1階、1階はいけるかな。1階もでも進めないか。進めないよね。なるほど、あの上の階から階段で降りてきて、こっち側に来て、この左に行くとエレベーター前、1個下の階のエレベーター前に出てくると。なるほど、まあ、これで一応探索の続きができるね。うわあ、ここは水の流れが。で、鍵が手に入ると。これ向こう側行けちゃうんじゃない？あ、行けちゃった。これ行けちゃダメなやつかな。なんか俺謎の技術でさ、行けるだよね、なんか。行けちゃダメな気がしなくもない。まあ、よしとしよう。どっちにしろここ繋がるもんね。で、まあ、4階に鍵が1個必要な場所があったよね、確か。左側の道に。4階じゃないっけ、3階か。あれ、どこだっけ、ちょっと分かんなくなってきたあ、この階だ。混乱してきたね、だいぶ。これでこっち側のここが開けると。うん、あら、特にでも何も特に大丈夫。あー、これで下の階に行けんな。まあ、このマップはその1階から4階まであって、その階段とかエレベーターを使ってうまいこと上り下りして、エレベーターで行ける場所と階段でしか行けない場所をなんかうまいことこう使っていく感じかな。うん、まあ、相変わらず複雑というか、まあ、序盤の頃のマップとは大違いというか。これで、中央がつながったな。すごい道になってたな今このホテルボロボロすぎるでしょ。なんかすぐ下の階に行けるようになっちゃうな。ありがたいんだけどね。危ない危ない危ない。うーわ
やばいな。あれ、あ、ホコリで防げんのか。これ防いでるとこはダメージあんのかな。うお、いけた。すげえ。あー、落とされた。わー、ちょ、なんで。オッケー、よし。あ、ちょ、後ろからの怖いな。なんとか来れたな。よいしょ。左下のボタンを押さないとどっちみちっていけないって感じ。もしかして厳しくない？せっかくここまで来たのに適当に歩き回るしかないな。じゃあ階段使ってさらに下に行ってみよう。んー、ここは行けるかな。おお、痛い。まぐれで当たった。またこれか。え、あれ何？え、今の何？ちょっと詳しく説明していただきたい。これ別に落ちてもそんな怖くないよね。あそこのボタンを押さなくちゃいけないんだけど、間に合うかな？押されて初めて間に合ったりする？無理だな。ホコリをどっかから持ってこないとダメか。でもあそこのホコリは取れないよね。おお、なに、あの目何？これどうすればいいんだろうな。ちょっとわかんないね。渡りきることはなんとかできるかな。ゴリゴリしてるな今日は。あ、ホコリあった。すげえ、取ったらめっちゃ怒られるけど。うわー、逃げろー。こっちは意味ない。このホコリを持っていけばいいのかな。なんとなく今のは右上から来て左下に行く感じだったのかな。まあ正解が分かんないけど。で、ここのボタンを押すと、あ、やっぱそこ開くんだ。まあ、そこ開いても意味ないか。もうだってホコリ持ってるしね。さあ、ここが開くようになったと。うん、めっちゃくちゃ複雑だな。あ、でも出口のボタンが1個開いたね。あそこをもう一個門を下げてあげれば、なんかこのステージの多分最終目的地点に行けるんじゃないかと思うんだけど、まあやっぱこう迷ってはいるんだけど正解には近づいていってるという。鍵か、鍵だね。あるかな。あったあったあった。これ使えば1階の右側に降りてこれたんじゃないかな。おお、すごいな。これはどうすんだ。ホコリか。ちょー、判定が厳しい。よし、この人は本当何なんだろうね。そんな脅威ではないんだろうね。そのちょっとなんかあのね、煙がすごいね。距離感が分かんないんだよね。その、ホコリを置く距離まで近づくと飛ばされちゃうから。ほら、見た今の。割とその手前気味にやんなくちゃいけないというか。よしよしよし、あれはあれでなんかぶっ壊れそうだけどな。これでこっちに来たか。うん、もうね、俺もうどこにいんのか分かんないんだけど、あんま。なんとなーく進めちゃう感じ。これはどうだ？ホコリを持ってかないとダメだよね。まあでも普通に流れに身を任せればいいのか。敵を全滅させる。よし、これ花粉なんだね。俺花粉症じゃないからさ、そんなダメージないんだけど。花粉症って辛そうだよな。目に見えて辛いよな。ちょ、ほんとワンコ、お前は強すぎた。いくらなんでも強すぎるでしょ。あー、来た。あ、開いちゃったよついに。うん、なんか結構探索してないとこあると思うんだけど、いけちゃったな。ボスか、目玉のボスだ。私どもでは最高のアメニティを、ご用意しています。プールはいかがでしたか。アメニティ、よくわかんないけど、
倒す。わあ、なんか埃の赤いバージョンみたいのばらまいてんな。これ厳しくない？あ、でも埃で処理できんのか。オッケーオッケー、パターン見えた。嘘じゃん。ちょっと散らかしたな。よし、ここだ、ここです。あ、ここだ、完全に。やった。終わり？ラウンド 2？ やっぱりか、今なんか影。うわ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 、足速えた。足速えただ。ちょっと、これ、ホコリガードできんじゃね？あ、なんか、動き遅くなったな。トゲトゲ食らうんだ。意外。あ、これ意外と厳しいな。これなんかあれだな、ほうきのカスタム変えた方がいいかもしんない。微妙。突進とばらまきを繰り返してんな。ちょっと地味に食らってんな。あの動き腹立つな。あ、倒した。おくつろぎいただけましたでしょうか。いや、もうね、くつろげるどころの騒ぎじゃないけど、大騒ぎよ。よし、これで HP が、2ゲージ目の手前というかね、あと1個でもう全開なのかな。うん、あと1個でなんか終わりっぽいよね。さあ、ここで、おー、カード。さあ、あー、でもなんか順番通り取れたのかな、やっぱり。うん、なんか見逃しあったと思ったけどね。お部屋の鍵はこちらのカードになっております。不気味すぎるでしょ、ちょっと。目玉かっぴらいてるからね。これで、なんと1ページ目、2ページ目、3ページ目が、埋まって、なおかつカードが37枚。おー、集まったね。やった。さあ、でこっち側は別に行けないのか。はあ、あとはもう自分で帰れみたいなことかな。カード全部拾えたか、怪しいな。ちょっと怖いな、今回は。今回は自信ないわ。あー、光ってる。よっしゃ、オッケーオッケー。すげえ雑だったと思うんだけどね、今回。うん、でこれでカードが37枚になって、まあ何、この前行けなかった36枚必要なとこにも行けるようになって、マップは今まで行ったとこは全部赤くなって、あとはあの新天地に行く感じかな。話しかけてみるか。まあ、この人の言うことは変わってないね。うん、ブライア。というわけで、まあ今回で無事、カードが揃って、マップもね、おそらくほぼ全部見れたので、まあ、次回はどこだっけ、一番端っこだよね確か。ここか。この3つがまああと残すとこというか、もう他はないからね。まあ、次回はここに行ってみようかな。うん、ここら辺の端のとこだよね確か。はあ、まあいよいよ佳境というか、まあカード的にもね。でもカード的に見るとあと1ページ分というか、結構残ってはいるんだけど、まあどのみちこのカードの残り枚数がもうなんか全クリというか、完クリのカウントダウンだよね。はい、まあというわけで次回は、あの先に行ってカード36枚を使って、新しいところに行こう。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。